速していく魔力の波。これだけの規模の大魔術を邦人も触媒もなしに行うとは。27祖クラスの使徒が再び現れたと。教会から使徒討伐の発令はありませんか。町一つを覆う結界を教会が観測できないなんて、まるでこの町と外の時間が違っているような状況は見えませんが、ここで手をこまねいているわけにもいきません。何であろうと使徒が台頭したことは事実。教会の代行者として処理しなくては。まあこの町にはおせっかい焼きが多いんで、放っておいても解決はするんでしょうけど。それで大怪我をされたら食事を一緒に取ることもできませんしね。受け取れろ。もう逃がしません。あんたへの手向けの花だ。ラウンド1ファイト。飽きないな。逃がしません。ゼロ。遅い。ゼロ。ゼロ。ゼロ。うむ、こんなところですか。ユーウィン。ラウンド2ファイト。待て、飽きないな。そろそろ行くか。じゃ、行きます。遅い。よっよっゼロ。せっ、安易です。せっ、そろそろ行くか。ゼロ。ゼロ。あなたの罪はあなたの命で調停します。ユーミン。言ってるそばから遠野くんのおかげですか。もう本当に人がいいんですから。何か失敗をして使徒に捕まっていなければいいんですけど。その万有歓迎しよう。もう逃がしません。ラウンド1ファイト。思い上がるな。食らいつくぞ。やってくれますね。やりますね。嫌な選択です。終わりですか。終わりです。再開封。手加減できませんからね。再開封。超えろ。せっ、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 逃がしません。
ですか。魔が人につくは天の試練。消えなさい、脱落者。あなたはその計りから転げ落ちた。懺悔は済みましたか。ラウンド1ファイト。ゼロ。ほら、日差しにしてあげましょう。はい、そして受けろ。さあ、しょうがないのよ。我が性格です。いいわ、楽しいじゃない。そーら、今度は私の負けです。うむ、こんなところですか。ムーンビーラウンド2ファイト。嫌な性格です。そーら、それなさい。やってくれますね。その隙、捕まえろ。抜けろ。私の負けです。あなたの罪はあなたの命で調停します。ユンビン、これが互いの実力差です。埋葬期間7位には伊達ではないと理解できました。学園の地下にこんな鍾乳洞があったと。しかしこれではまるで死とも。そう、吸血鬼のねぐらだな。懐かしいだろう、エレイシア。たった数日とはお前も存分に味わった一瞬か。俺だ、否定はしません。血を吸われるとも仮初めの吸血鬼となり、使徒として犯した罪は永劫に消え去らない。私にあなたを下道と蔑む資格はない。おう、俺の転生先に選ばれ舞を塗り替えられていく事故に震えていた小娘とは思えないセリフだ。教会の実践は厳しいのだが、さぞ陰惨な罰と試練を押し付けられたのだ。何回死んだ。その死ねない体で教会の盗作者とは何回お前を呼んだな。ああ、まさに最高の生贄だ。奴らは魔女狩りにしか興奮しない聖人様の集まりだからな。お前はさぞ愛され殺され続けただろうよ。そうですね、彼らの教えは厳しく、だからこそ私は立ち直れた。私が手にかけた人々を上回る死を体験して、私はようやくシエルという代行者になったのです。ほう、ではあの夜の悪夢からは解放された。まさか。罰は受けましたが、贖いはこれより永劫に続いている。私は埋葬期間7位、聖獣の代行者シエル、その名にかけて使徒ロア。あなたのような吸血鬼を残らず地上から抹消する。ラウンド1ファイト。俺の番か。ちょいと言ってな、小さくて。
やってくれるよ。俺の番か。ここからだ。切り裂く切り裂く。やりますね。手加減できませんからね。たまんねえ。手加減できませんからね。うむ、こんなところですか。ムーンウィン。ラウンド2ファイト。やるな、よし。まだまだ。あたたかい。やってくれる。負けますよ。おしりもビード。やってくれる。やるな。4つの福音を追って万事を制御す。どこを持って信用し。負けません。やるな。まだまだ。切り裂く。やりますね。ここからだ。見せてあげましょう。逃がしません。セブン。やるな。まだまだ。切り裂く。やりますよ。こんなところですか。ムーンウィン。あなたに次の姓はありませんか。死の腕は今度こそその邪神を捕らえ。見逃して。もう逃がしません。くれないよね。ラウンド1ファイト。よっ。逃げられないよ。負けないか。もう一回。見逃しますが、次はありませんよ、弓塚さん。まだ悔いがあるのなら、果たすまで私には出会わないことです。巨幻の夜を始めよう。懺悔は済みましたか。ラウンド1ファイト。なかなか残念。それだことか。やってくれますね。なかなか。それでは無理だ。それでは無理だ。
ラウンド失礼する。やりますね。うむ、こんなところですか。ムーンウィン、ラウンド2ファイト。それでは無理だ、それでは無理だ、失礼したよ。見てやってます。もったいない。行きませんかね。油断したよ。行きます。それでは無理だ。失礼するよ。巻くといこう。うむ、こんなところですか。ムーンビー、祈りを知らぬ者、感謝を知らぬ者に鉄槌を。眠りなさい。死の淵への刹那こそあなたに与えられた最後の戒心です。行きますよ。高速思考展開。ラウンド1ファイト。解除。蜂の巣になりなさい。できませんからね。まだまだ手加減できませんからね。戦闘再開します。予測済みです。逃がしません。逃がしません。もらった。パーフェクト。なんてちょっと脅かしただけですよ。お互いまだまだ未熟です。時間があるのでしたらもう一勝負付き合わせてもいいですが。代行者シエル、以前から話には聞いていたが、実物はより鋭く高潔な戦士だし、奇襲で済む者は私との一騎打ちに応えるとは。君の戦いの精烈さは埋葬機関というより我々に近いようだ。あなたも教会の騎士にしては正直すぎますね、リーズバイフェ。彼らの常は数による相当、主の意向を示すためにはあらゆる慈悲を覆い隠す。正直聖堂騎士の中で一騎打ちを望む者が残っているとは思いませんでした。それがたとえ使徒を守るためのものだとしても。それを言われると少し辛いな。だがそのおかげで君とこうして戦える。吸血鬼討伐のレコードはほぼ同数、アンカー使いとしての名声も同格となれば、あとは直接戦って結果を出すのみですね。望むところです、盾の殿。
どちらがより優れた聖典の担い手か決着をつけましょう。ラウンド1ファイト。やめて、断言できませんからね。無駄だよ。頑張って。いたしません。やるな。やるな。手間をかけさせるんですから。ユンミン。ラウンド2ファイト。歪んでいるね。やってくれますね。手加減できませんからね。やりますね。復活でしょ。ソロ長い。無駄だよ。やりますね。手加減できませんからね。やるな。やってくれますね。ダメ。脅かしただけですわ。ユンミン。固有結界が収束した。いえ違う、これは心象風景ではなく本当に世界が滅び去った後の光景。そんなバカな、それでは神祖の空想具現化だ。たとえ27祖としてもあれを使用できるのは睡魔すみれだけと聞きました。その通りだ大光子。空想具現化は星の触覚である神祖たちにのみ扱える。これは切り取られている。ごくわずかです。私が演算し運び込んだ世界で死ぬすみ。世界で死ぬにしては随分と現実感があります。これは魔術理論、世界観そのものです。卵の内側にして外に。この世界があなたによって完成されれば内と外が入れ替わる。空想が現実に侵食するのではなく、現実が空想に封じ込められる大禁書。これだけの魔術式を作り上げる以上、あなたがたたりのようですね。そうだ、私はオシリスの砂。伝染した賢者の石を持って霊長の死を覚醒するもの。私はワラキアの夜と違う。共に目的は同じ、賢者の石にとって私の末端となれ大行使。その優れた魔術回路は使われてこそ意味がある。同じですよ。あなたが何者かは知りませんし、人間を救おうとする目的もまあ本当なのでしょう。ですが同じです。あなたも血に飢えた吸血鬼に他ならない。いかにできない。私とワラキアの同種だ。まだただの一人も手にかけていない。私は、ええ、殺すためにたたりを起こすの、殺した後のたたりを起こすの。あなたに殺人の快楽はありません。やっていることは同じです。いいえ、手を汚さないで。あなたの大量虐殺は罪深い。ボタン一つでリセットするのあなたの機能だけで十分です。感情で道理を語る。ニーダン、我が赤き水に飲まれ生きたまま回路となるがいい。人間の業を持ったままこの世の終末を見届けよ。ラウンド1アクバ
ライフを持って、ワンダを吸盤する。追うの、その隙、もらった。追うの、動き、危ない。追うの、取りなさい。終わりですか。追うの、せい。動き、取りなさい。嫌な性格です。やってくれますね。オウン、深くで深くで逃げるなら逃げちゃってくださいね。ユンビラウンド2ファイト。その隙オウン、あった。嫌な性格です。オウン、飛びなさい。オウン、終わりですか。オウン、取りなさい。うまくない。取りなさい。オウン、セイオン。フィルムス、逃げるなら逃げちゃってくださいね。ユンビタタリは完全に消滅。エルトナムが起こした不老不死への道もついえたということですね。オチリスが錬金術の秘宝にして最奥といわれる賢者の石を、あんなにも錬成する技術が素晴らしくはありました。私たちにはまだ手に余るものでしょう。と、次の指令ですか。タタリは消えたといってもその後始末が山ほど残っている。休んでいる暇はありません。この町に隠れる死者たちの処理もあと半年というところですね。その後はいい加減彼女と決着をつけることになるのでしょうか。まあその時はその時です。今は当面の責務を果たしましょう。もし本当に救いがあるのだとしたら、何かの間違いで彼女と共存できる気がするかもしれないのです。